帰ってきましたぜ、皆様方。ちょっぴっとしか持ってこなかったけどね。あ、でもだいぶ輝き戻ってんだな、この時点で。でもだよね。どんな呪文唱えてんだろう。うわ、なんだけどよ。あ、でもなんかあれ、なんか映像ちょっと綺麗じゃない？あれ、こんなに、こんなだっけ。なんか映像強化されてない、この感じで。これなへえ、あ、そうだね、研究員の人たちが持ってきてくれたんだね。この巨大な魔晶石はこちらにいらっしゃるルナナさんとその仲間たちによって掘り出されたものです。俺もな、これを太陽の石に変えて補充すれば、うん、ドルワームの太陽は永遠に輝きを失うことはないでしょう。なんか錬金術師みたいな顔が、あ、違う、気のせいだ、気のせいだ。なんかのんたくれの錬金、私の研究の成果でドルワームは救われるのです。俺のおかげでやつに言うんだ。おかしいわ、ドゥーラ委員長。ああ、よし、チームが。でも今まで太陽石に変えられてたのって、あれってまあ違ったんだろうね。我は天魔クアバルナ。クアバルナ、クアバルナじゃないんだよな。エロイオ、今再び地上に出ることができたのは全てお前のおかげだ。つまり先輩ということだ。何の話だ。やってしもうた、ドラ委員長。分からぬか。まあでもまあしょうがないっちゃしょうがないけどな。思い出せ、太陽の石を作るために魔晶石の利用を思いついたあの日のことを。まあ、ドゥーラ委員長的にはやっぱり、くっくっ、お前に魔晶石を使うよう助言したのは神の声などではない。まさかあれは、あの時の声はお前が、うん、さよ、魔晶石を集めさせるため我はお前を利用させてもらったのだ。魔晶石となり果てた我の魂を封印から解き放ってもらうためにな。封印ってまさか、あの時ルナナ様が解いちゃった？そういうことだ。そう、ルナナさんがね。うるさい、この油粘土。こんな声張るな、お前バレるだろ。魂が蘇った今、あとは肉体を取り戻せば我は自由だ。取り戻してたらだいぶやばかったよな。な、何よ。みんなに見られてる。あんな奴が埋まってるなんて聞いてないもの。私が悪いんじゃないわよ。いや、悪い。感謝起こしたって何もなんねえぞ、お前。ということじゃ。かつてこの国を滅ぼそうとした伝説の魔物、天魔クアバルナが復活してしまうと。復活しちゃったね。ドゥラよ、クアバルナの言ったことは本当か。あろうことか奴の知恵を借り太陽の石を作ってしまったというのか。そういうことだよ。はい、どうやらそのようです。お前ほどの者が功を焦り魔物につけ込まれるとは、うん、富、名声、知識、それらを求めすぎたドワーフたちの末路を知らぬわけではあるまいに。今までそうだったんだもんな。
このドルドワチャッカ大陸がどうしてもこの国を救いたかった。救わなくてはならなかったんだ。フラード国王、あなたはこの3つのほくろに見覚えがあるはずだ。私は国のためにあなたに捨てられた3つの星をつかむ子です。無能な兄ラミザに代わってドルアームを救い、私を捨てたのは間違いだったと、あなたに謝罪させたかったのです。無能ち言っちゃったんだもんね。ドラコンが僕の弟。愚かな。その話は後だ。今はあの魔物天魔クワバルナを何とかせねば。そうだね。奴が向かった先に心当たりのある者はいるか。おそらくこの大陸の西の果てボロヌスの穴かと。古文書によると天魔クワバルナは肉体と魂に分けられ、ボロヌスの穴の泉にその肉体が封印されたとあるのです。よし、ラミザよ、ま、知ってたけど、騎士団を率いてボロヌスの穴へ向かうのじゃ。ドラ、まだ16歳だからね。お前も一緒に行くように。子供だもんな、ドラ院長も。はい、ラミザ、まさかクワバルナの魂がカルサドラ火山に封じられていたとは。なぜ私は気づかなかった。私の責任だ。この命に変えてもクワバルナを撃つ。今のままだと逆賊になっちゃうもんね。そうだよな。いやまあ確かにさ、捨てられちゃっててっていうのはあるしな。なんという愚かなことをしてくれたのじゃ。どうしても見返したかった。よりにもよってあの天魔クワバルナを。だ本当のお父さんお母さんってのがどこにいるんだろうね、ドラ院長。しかしいつかわかんのかな。それもすべて愛しい我が子を捨ててしまったわしの過ちが原因なのだな。国王様、その件は国を思うため仕方のなかったこと。どうかご自分を責めないでください。それにラミザ王子がきっと天魔クワバルナを撃ってくださると私は信じております。そなたは確か王立研究員のものだったな。名はチリと申したか。礼を言わねばな。そなたの申す通りじゃ。今はラミザを信じ待つことにしよう。ん？何？あれ？あ、俺？俺そうだ、ずっといたんだね。そなたは旅の者か。ヒューコが。こんな時にドルワームを訪れるとはついておらんかったな。ほんとよ。でもなんとかするよ、見たからには。ほう、なかなか腕の立ちそうな旅人だ。見る目がありますね。どうじゃ、そなたさえよければ天魔クワバルナを撃つ手助けをしてくれぬか。もちの論よ、そんな。ラミザを信頼していないわけではないが、一人でも味方が増えた方がきっとあやつも心強いじゃろう。天魔クワバルナはこの大陸の西の果てボロヌスの穴に向かったそうじゃ。活躍次第では褒美を取らせようぞ。キーエンブレムプラスアルファが欲しい。プラスアルファ。チリ何も言わない。あ、すみません、待ってください。ドラ院長、あなたはラミザ王子を手助けに行くのでしょう。そうだよ。ドラ院長、まさかあなた。私は天魔クワバルナの封印を解きこの国を窮地に追い込んでしまいました、この罪は償われなくてはならない。まあそうだね。ましてや私のせいでラミザ王子が危機に立ち向かうなど、できるわけがないのです。あの人が天魔大使など、ラミザ王子が、兄が死んでしまう。まあ、君にもできるっていうわけじゃないと思うけどね。お願いです。天魔は、私も一緒に連れて行ってください。国を、あ、いえ、兄を、この命に変えてでも助けなければ。
恨みはあれどやっぱりそうだよな、人の心というか、まあ、あるもんな。さあで水の中、なんか異空間みたいな場所だよねここは。結界の中って感じかな。でこやつよ、で魂が我の体、我の美しい自分に認めて見くりでやがるぜこいつ。よくもこのような、こいつ仮面取ったらどんな顔なんだろう。おーいしょと入った、うえで、こいつ結構強かったんだよね当時本当に。お前の自分の体への感想もいいんだっつの。なんだよ。もう二度と封印などされるものか。封印などしねえ。生きとし生けるものは全て我が糧。まずはお前から食らってやろう。ぶちのめしたるら、やろうども、やってしまうぞよ。行くぜ。さあそしたらば、くらい尽くして、あ、わかったわかった、行くぜ行くぜ俺。あ、終わった、背中は任せました。あ、そっか、マユさんがまだ生きてた、一番やな俺。甘いわね、行け。うーわ、チキショ、しかも大金持ってたのに。ほら、よし来た、ありがとう。うー、タスさん最高、タスさん最高だよ。それもは、おっしゃ倒して。時間かかったぜ。チキショクアバルナ、お前マジ強かったな。あー、やったレベル上がった。レベルこれじゃ足りねえってことが分かったな。レベルもっともっと頑張ります。うん、頑張ろう頑張ろう。うわー、ちょっとこれはやるしかねえ。なぜだ、なぜだろうね。もうお前強かったよ本当。お前はかつて、うん、世界最強と歌われた。いてつか波動が本当うざかったぞ。その誇りにかけて。なんだよ。このまま倒れるわけにはいかぬ。倒れとくれ、もういいよ、もう満足満足満足だっていいよ。危ない。ああ危ないね。どうだ、お、ありがとう。よっ、それな、さっきからやっとけよお前。ドゥラ委員長、まだ絶望は終わらぬ。我が呪い耐えぬ限り。ドゥラ委員長、さっきのはできたんだったらもうさっきからやっとけ。あー倒せた、よかったよ。もう立ち上がるなってもうずっと思ってた、もうやめてくれみたいな。危ないところだった。本当だよお前、お前のせいで俺死にかけたっていうか、もう一回死んだからな。なんだよ。私たち兄弟に縁もゆかりもないあなたを危険な目に遭わせてしまいましたね。本当だよ、うちの妹が本当に悲惨な目に遭ってたぜ。フルボッコだったぜ。あ、ドゥラ委員長、あ、間違えた、ドゥラ委員長じゃねえや、ラミザ。クアバルナはどこ。もういないぞ、俺が倒したぜ。お前のようなやつが私の兄だなんてうんざりだ。お前人のこと言えねえだろうがよ俺結構お前に今恨み持ってんぞ今の段階で。結構討伐のための騎士を選ぶのに時間をかけて、そのために何の関係もない旅の者がクアバルナと戦ってしまったんだぞ。そもそもお前が封印解いたのが悪いんだろうが。ごめん、謝るから怒らないで。僕は兄弟仲良くしたいんだよ。そ
それに戦う人はちゃんと選ばないと、怪我したら悲しむ家族がみんないるから。そうだよ。やはりお前のような甘い奴にドルアームを任せるわけにはいかない。甘々口滑らせな、お前。ごめんなさい。さあ帰るぞ、父上がお前を待っている。悲しすぎるぞ、やばいぞ。本当にありがとうございました。それでは。それだけで終わらせんだよ。あ、デュラカイパーティーガラス、よかった。もうほんとブーメラン投げてるだけはやめとけよ。スクルト二段掛けとかやってくれたらもっと嬉しかったんだけどな。いや、レベルが足りないってことも痛感した。あー、ラビサ王子、そんな肩落とすなよ。デュライン長だいぶまずいぜ。死罪になっちゃうよ、下手したら。よかったね、王様寛容で。あ、元気タイムもあった。よし、帰ってきたぜ。よくぞ帰った、ラミザ。ドゥラ、見事クアバルナを倒してきたのだな。もう俺がやったんだよ。ギデウラの国王ドゥラ一応全然何もやなかったんだよ。世界中の扱わないし大変だったよ。一回全滅したよな。だったら家だよな。天魔クアバルナを倒したのはあのものです、ドゥラ院長。ちゃんと功績よ。なんと、それはまことか。その通りです、国王。クアバルナを倒したという旅人よ。はい、こちらへ参られよ。ありがとう。そなた名は何と申す。かわいいかわいい妹のヒューゴです。そうか、我が家臣の不始末でそなたには迷惑をかけたようだ。そなたの働きと勇気をたたえ。うん、ありがとう。お金もください、数十万ゴールド。おっと、めちゃんこ光ってる。太陽の石が、一体何が起こったのじゃ。弱な気配がね、この中満ちちゃってるからね今。これは元魔晶石が。恐れながら国王様、一部太陽の石になりきれなかった魔晶石があり、それが悪さをしているのでしょう。うん、ではどうすれば。この暴走を止めるのです。太陽の石の力を制御できるのはドルアーム王家の血を引く者のみ。私が止めてみせましょう。それが私がこの国の王子であるという何よりの証になる。無駄じゃ、お前は王家のものではない。なぜ認めない。国のためにこう捨てたのでしょう。正しいことをしたと思っているのなら認められるはずです。だがこう捨てた罪は決して消えない。私の恨みも消えることはない。見ろ、私が捨てられた王子だ。ただ、違うんだよな。止まれ、太陽の石よ。暴走をやめろ。なぜだ、なぜ止まらない。捨てた子は女の子なのじゃよ。女。そうだよな。でもドゥラ院長は確かに、そうだよね、家系ではあるけど、でもこっちの家系じゃねえってことだもんな。国王様、力をお貸しください。早く太陽の石を抑えないとお城が吹き飛んでしまいます。む、そうだね、ドルワームの血筋しかできないんだもんね。ウルベアの血筋、止まらぬぞ。わしの力だけでは足りぬのか。ラミザ王子も力を貸してください。ラミザ王子、
ラミザ王子。ドゥラ君かわいそう。ここまで一生懸命頑張ってきたのに。ラミザ王子もあんだけ言われたのによく王子らしいのに、うん、王子じゃないなんて。これ逆にちょっと攻撃だけどね。力を貸してください。よくそんな気持ちになれるな。ラミザ王子無理だよ。ラミザ王子。で、まあそうだよな、チリが捨てられた子供だったんだけど、まさか君が。お願いします、ラミザ王子。あなたの力が必要なんです。めっちゃすげえ力だよな。すげえな王子。うわ、うん、で元の力取り戻したんだけど、ドゥラ委員長、まあね、確かに今のは僕の生まれた時から。ラミザ王子すごいです。あったんだろうけどな。でもと言ったか。わしに顔を見せておくれ。まあたまたまそこにあるなんてことはないだろうからね。お前だったのか、まあ、そっちの血筋だとは思うけどね。すまなかった。あの時わしはお前を手放す以外に国を守る方法はないと信じておったのじゃ。だが結果的に多くの者を傷つけ、この国に新たな悲劇を生んでしまった。わしの選択は間違っていたのじゃ。国王も偉いよな。チリよ、この王宮で一緒に暮らさぬか。亡き王妃もお前を手放したことをずっと気に病んでおった。ちゃんとドゥラ委員長だけの日にしなかった、ね、国王様。ですが王宮の生活はきっと私には合いません。私の父はガタラに住む妖婦だけ、変わり者だけど愛情を込めて育ててくれました。私は彼のように自由に生きたいのです。今ここにいるぞ。でも、ね、ズラ君、どこへ行くの？フラード国王、暴言の数々をお許しください。私はもう二度とドルワームの土を踏みません。待ってください、ドゥラ委員長。委員長の代わりになるような研究者はどこにもいません。だけど委員長ならクワバルナのイレジエなんてなくてもいつか太陽の石を作り出せたはずです。私はそう信じてます。
ありがとう、シリ。デュラよ、そなたにはこれからも王立研究員の王者であることを命ずる。ドルワームのため力を貸してほしい。まあ、ウラード国王もチリも許したけど、アミザ王子、本当にいいのか？結構言われてたぞ。もちろん忘れてはならぬ、見事天魔クワバルナを葬ってくれたドルアームの英雄の活躍を。ありがとう。そなたには褒美として金のキーエンブレムを与えよう。やった強かったよ天魔クワバルナ。マジで悪魔的だったあいつ。あった、金のキーエンブレムを手に入れた。きつかったよ。また今後は水晶球の中にあるドルワーム鉄道駅の利用を許可しよう。やった。そなたの旅に大いに役立てるがよい。ありがとうございます、ウラド国王。ドルワームに平和をもたらしてくれた全ての者たちに感謝する。こちらこそ。そなたたちの未来に明るい太陽の光が降り注がんことを。もともとこの国地中にあったからね、なんかこの太陽ってのがやっぱ、存在やっぱ大きいよな。あー、やったやばいなこれ。え、これさ、待って、レベル上げただけでなんか生きてたけどさ、これ多分あれだね、スキルアップパネル、スキルアップパネルがマジでないと、もうこれから先厳しいね。